い、こんばんは。先週グルーマーズチャンネルでアップされてたトリマーフェスの動画を見ました。事故ですよね。事故に関して の, あのディスカッションの動画ですね。で、トリマーフェスの運営はペットサロン協会が運営しているので、ペットサロン協会は保険もやってますよね、事故に対する保険。なのでその事故の情報とかそういうものが吸い上げてくるので、いろいろどうやったらトリミングサロンの事故を減らすかっていうのをいろいろその幹部の方たちが研究しながらやってるので、そのディスカッションですね。まあ正直、まあもちろん勉強に見させてもらって勉強になりましたけども、正直そのペットサロン協会でその起きるような事故、多額の賠償とか起きるような事故も結構あるみたいなんで、話を聞いてたらそういう大きな事故っていうのはドッグダイヤモンドではほとんど起こらないなと思いながら聞いてましたが、やっぱり今防備力として今日は喋らさせていただきますけども、というのも今日は事故がありました。ハサミが胸の部分に当たって皮が切れましたね。で、念のため魔王動物病院に見てもらって、ちょっと貼り合わせてもらって、抗生剤の注射と明日から4日分の抗生剤と消毒と処置をしてもらって患者さんのところにお届けした形になりますと。まあゼロであれば一番いいですよね。ゼロをつきものだと思っちゃうと絶対に事故って起こっちゃうので、ゼロにするべきだと思います。で、一生涯怪我をさせないトリマーさんっています。実際うちの妻は僕と一緒に働いてた4年強の間は一度も犬に怪我をさせてないですね。まあなぜなのかというところを考えると、やっぱり慢心しないですよね。妻は技術に対して慢心してないので、あとは焦らない。言ってもまあ夫婦2人でやってた時はもうまあね、3年でこの家建つだけだからめちゃめちゃ仕事をしてたっていうのを想像していただくと分かると思うんですけども、だからといってその焦らないですよね。そのセーフティーにやるっていうところはまず第一に優先してやってたような記憶してます。で、泊まりを惜しまないですね。急ぐよりもやっぱり必要なところはハサミの種類とか施術方法とかっていうのはあえて遠回りをして、セーフティーにっていうところは意識して自分で考えて、僕はアドバイスできないですから、当時なんか特にできないですから、自分で考えてやってて事故はゼロで、まあ現役生活を終えたんだと思います。終えてないのかな、よくわからないけど。で、今日思ったのはやっぱりその何かあった時にそのペットサロン協会によく上がってくる、例えば事故を頻発させるお店があったとしたら何ができてないかっていうと、お店としての分析と事故分析と対応策ができてないんだなと思いました。昨日テレビを見てて、何のテレビを見てたかというと高齢者の車の事故のテレビを見てました。で、日本では高齢者の数が増えているので必然的に事故の数も増えていると思いますけども、減らすような対策って全然打ってないですね。ただ昨日の特集はオーストラリアのある州の条例で 30% 高齢者の車の事故が減ったっていう特集をやってました。限定付きの免許証ですって。要は5キロ以内しか運転できない、そういう限定付きの免許証。そうするとまあ安全なとこしか運転できないので必然的に事故は減りますよね。あとは健康診断の義務化、お医者さんから健康診断を出て許可が出た人しか乗れないと。あと日本はその更新高齢者でも更新しますけども、それが試験なんですってね。要は試験に合格しないとダメだと。合格するまでは高齢者は免許を与えられないと。そこまで、すると 30% 事故を減らすことができると。日本でもやればいいけどなかなかやらない、まあ、やれない背景があるんだと思うんですけども、もっと言ってみれば AI とか自動運転技術とか、三菱じゃないな、スバルでいうアイサイトみたいなのを新車に義務化、あるいは高齢者の車には義務化にすれば絶対的に減るけどもやらない理由はあるんだと思うんですね。2年ぐらい前にやっぱりバリカンで事故あった時はなかなかきつかったけどバリカンを買い替えましたよね、アンディスと。今はサプリームとアンディスがほぼ主流になってますけども、お金はかかるけども買い替えました。まあ日本ではたくさんの人が運転しているのでその経
経済のことも考えてなかなか踏み込めないんだと思うんですけども、まあ、我々みたいな個人商店に関しては、あの車で、ね、そういう AI を取り入れるぐらい の投資はできると思うんですね。頑張ればバリカンを変えるとかできると思うので、そのあたりは事故を起こしているのであればやるべきだなと思ってバリカンは一新した背景がありますと。で、先日あった池袋の87歳かな人の事故とうちの妻の、事故がないっていうところはもう真逆だと思うんですね。その人としての価値観は真逆だと思います。池袋の方っていうのは自己分析が全くできてないですよね。実際全然歩けてないじゃないですか。よぼよぼよぼぼ歩いてて、お医者さんからは車の運転は控えるようにって言われてたみたいですよね。絶対家族からも止められてます。奥様からも止められてるし、息子たちからも止められてると思うけども、まあ自己分析ができてないのと傲慢なんだと思うんですよね。すごく官僚時代仕事すごいできた人だと思うので、自分に対しての自信があって慢心してるんだと思う。自分は事故を起こさないというところがあったと思うのと、ヒヤリは絶対あったはずですよね。ヒヤリを自己分析ができていれば、ヒヤリがあった時に何かしら対策は打つと思います。で、今回に関しても自己分析、怪我をした人間が自己分析ができていなかったとしたら、客観的に周りのメンバーが、ベテランのメンバーとか僕が他己分析、客観的な分析をして、他のメンバーだったらどうするっていうのを意見を出し合って、最終的に制限をかけました、規制をかけました。それは次に事故を起こさないため、お店として事故をゼロにするためですね。まあ言い方あれですけども、小さな、比較的小さな事故でしたけども、ゼロにしなければいけないので、一個一個の事例に関して真剣に取り組むというところが、お店としての生涯事故ゼロにつながるんじゃないかなと思います。今日怪我をさせた子に関しては、順調に回復することを願っております。では。